置いてきたわ。は？パルノ置いてきたわ。どこに？ほら。パルノ置いてきたで。どこに？他に。え？ああ。使って？最悪。そこに置いた。いいよ。ただただ面白くないだけ。マジだ。今日行くべきじゃない。おれ。何？こっからこっち抜けちゃうか。そうだね、あそこ抜けてもそのめっちゃ何でんじゃん、グレーション。
イシーじゃねえかよ。ランディング見やすぎてやめた。あ、そうや。残しとくわ、ただいくん。はい。何問ですか。マジックチェア、ウィザード、ソーラー、ジャージークリーム、キャットスキナー、ブラックマゴンドラ。今の時間が1時47分。はい。意外といけんじゃない？いけそうだね。あと1時間何を持っていけそうかっていうの微妙だよ。なんか気持ちいけそうな雰囲気があるよなと思う。なお今こっからキャット好きな、うん、でジャージ乗ってキャット好きなの。違う違う違う、ジャージじゃない、マジックチェアいっちゃ、マジックチェア。え、なんでキャット好きなの。多分マジックチェアいっちゃった方が楽だって。なんで今じゃジャージ混んでるから。2時半、2時3分ね。あー、起きちゃう。厳しい、かなり厳しい。ここは行くと待ち15分が確定してるっていう。相当厳しい。撮ってる。無理無理。はい、ですね、今の地獄へ。5分です。残念ながら時間的に考えて残り、ソーラー、ウィザード、マジックチェア、ブラックマゴンダの4つはできないんで、今日はタイムアップ。残念で、ほんとすいませんでした。またちょっとリベンジします。最後に、自分が今回このチャレンジ、スキーチャレンジで使用した、今お世話になっているプレイヤーさんのスキーについてちょっと紹介したいと思います。今回は、ハスミ181、カーボンコアのこの自体を使いました。もともとパウダー用に作られてるんですけど、すごい、グルーミング版も滑りやすく作られてます。今日の滑り見てもらったら分かると思うんですけど、すごいアイシーなバンプスとか、グルーミングとかも気持ちよくカービン切れるので、おすすめです。はい、以上。